おるんかーい。おるんかい。おるんかい。おるんかいですよ。おらんのかい。どっちや。見えとらんですわ。そう、うん。全然見えてないよね。大丈夫？ですわこれ。いやだってこの子産ませたいのよ。この子いっぱい増やしたいのよ。かっこいいからねこれ。そうめちゃめちゃかっこいいのよ、うん。だから増やしたいんだけどちょっと見えてないから心配なんだけど、うん、割り出ししていこうかなと思いますよ。うん、何をですか。あー、中ごめいです。なんだそれ。中ごめいです。中ごめいハスタートですね。ですね。はい、じゃあね、成長もね見ながら、そうですね、はい、割り出しをしていきたいと思います。いいですか。はい、それではレッツゴー。やるよー。おるんかい。おるんかい。おらん、なんかおるんかいっておったんかみたいな感じだね。あ、そうだね。おらんと思ったらおるんかいみたいな。おったんかいみたいな。おったんかいみたいな。めちゃくちゃ綺麗。ここのさ、頭部っていうの、ここもさ、うん、うっすらさ赤いんだよね。そう、飴色っぽくなっててめちゃくちゃかっこいい、うん、綺麗なんだよね、本当に。でね、ちょっとこの独特な顎の形といい、うん、この色味を、いやかっこいいね。素晴らしい、うん、メスティはお食事タイムしてるね。うん、はい。いやなんかおらんような気もするし、やらかしたかね。ねえ、どうかね。悠々自適でもう余裕の余裕のお食事中ですよこの方。本当に美味しいよ。何みたいな。あのメスもね、このね、周りがね真っ黒じゃなくてこういう風にね色づいてるのがまたいいなって、ちょっとおしゃれ、ね、うん、シャレとると思う。シャレとる、シャレとる。それうちのおばあちゃんしか言わんわ。シャレとるって、シャレとる。そうでしょ、本当に、うん、この辺だけ、あと上の世代ってこと。そうだと思う。なんかコメント欄には方言でも本当にあの上の世代しか使わん。そう、絶対使うよね、使うって。そう、シャレとる、シャレとるは言うでしょ普通。シャレとる言うか。シャレとるは言うよね。あとあの賛否ロイロロロやめとけもう。だから昭和の香りがするってコメントあったよね。確かに。そう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 、昭和ですからね。昭和なんでね、しょうがない、うん、あの同世代の香りがするって言ってくれたから、うん、いいことだと捉えておりますが。いない、もしかして。最近なんか割り出しゼロってなかったじゃんずっと、うん、だからそろそろ来るかな。なんか材が入っとったよね確か。あ、そうだね。でもなんか材こぼれてる感じあるよね。よし、じゃあやっていこうかですね。はい、行きましょう。3、2、1、GO。 あ、ねえ、幼虫いるじゃん。あれ、本当だ。見えなかったのに。最近まで全然出てなかったの。やっと。いた。おめでとう。ってことは産んでるし、産んでるし、有精卵。有精卵確定。テレレレテレレレティー。声で言っとく。ダークの編集が楽になるよね。ならんわ。逆にどうしようか迷うか。よかったよかった。とりあえず。よかったね。あ、いる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 。もう一匹幼虫いた今。あ、本当だ。いるじゃん。いるじゃん、いるじゃん。あ、ここに落ちてる。こっちにもいる。嘘。あ、バクさん？まさか。まさかのバクさん来た。なんでこんな見せんかった。ね、全然見えなかったのにね。全然見えんかった、ね。急に出てきたじゃん。ちょうど幼虫が動き始めたんかな。そうかもしれないね。これはバクさんでしょう。っていうことでいっぱい入れてくけど。1。こっちも。ここね。ここ大きいじゃん結構。いいね、うん、うん、食べてる食べてる、しっかり体の色が土色に。そうだね、うん。かわいい、出てきそう、うん、ほらウニウニしてる。お、意外とでかかった。なんで表面に今まで出てこなかったんだろう。卵だ、材の中にいて卵だったんじゃない。もしかして出てきたってこと。うん、
分からんけど大失敗かと思った。思ったよね、うん、今回ばかりはまた、うん、最近そういうロッキーあるね結構、うん、ここいるだろう。いないし、なんかあれびっくりしたね。だいたい、いたいいじゃん、いいじゃん。シリスボミかと思いきや、うん、意外とこんだけ見えとったらもう、こりゃあまあ5なら50だよ気に入ってんじゃんそれ5なら50だよね、これね。50おるわな、もう中込めいちゃんおらんやろまあおる、10はおらんでしょうけど、伝説だよね。見えるでしょ、ここからうざいの中に産んでんのかね。これで産んどったら50やで。うざい虫うざいの中、そこまでかじってないよね。うん、かじってない、ね、うん、多少ボロボロにはなってるけど、うん、そんな言うほどなってなさそう。スイッチ用なのかな、うん、で出てくる予定なんだけどここを割ると出てくる予定なんだけど、あれ予定は未定。あれあれマジで全然出てこんやん。シリスゴミや出たここはさすがにおるやろ。全然出てこん。えマジで、えなんで5で終わりじゃないかみんな目立ちたがり屋だったんだ。あ、卵が出てきたよ、こんなとこから。ほんとだ。じゃあマットに産んでんだね。マットに産んでんだ。意外とあれだね、そこの方に移動してたね。うん、柔らかいところじゃなくて硬いところにいたよ。けどかじってるね。うん、かじってる。思ったよりかじってたね。うん、えちょっと完全に尻すぼみやないか。え、ないじゃんないじゃん、ないじゃん。あとはちょっとマットをやって材割ってく感じ。そうだね。まあ板は板で、まあ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 ゼロではないからねそう、ちょっと期待しちゃったよね。ちょっと期待しちゃったな。うん、ゼロだと思ってたのが5だったんだけど、うん、一気に出てきたから、うん、これヤバくさんだと思っちゃったよ、うん。最初にポンポンポンと見つかって、あとはいない在位なんじゃないですか。在から出てきたんだな、きっとね。マットはきっとあの、まあここもちょっと産んどいてやるかという、うん、そうだね、感じですよ。そうだよね。オリジナルグッズ概要欄からゴーゴー。彼女の本気は在ですから。彼女の本気は在だね、うん、ヒットルでない。さっき最初財源産んでないと思うとか言って言うとりましたが、あもうこりゃこりゃこりゃおるよ、こりゃおるな、うん、これは産んでるでしょ、この感じは、ね、この辺、この辺なんてすごいよ。そうだよね、うん、この辺でいいの、うん、ほら出てきた。あ、いた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 、本当にいた。でも一匹ね言うほどでもない一割で一個出てくるなんてもうこれ50かバッコンいっちゃってください、ね、この辺からいけばいいかな、うん、あーもう食根が食根がもうおるよー言うとるわおるおるおるでしょ、おるおる、それはおる、ここはおるよね、それはおるよ、ここにもおるよね、多分。うん、待ってしょうがない。結構奥の方に進んでいくんだね。うん、おい、おい、両方なのかね、ザイとマット。ね、そんな感じだね、うん、うん、というか、材の隅っこに産んだけど、自分で掘りすす、あの、かじった時にポロッと落としたか、うん、まあ、出てくるやつもいるだろうね。うん、あれ？おらんのかいそこは来ると思ったんだけどな。うん、あ、卵落ちてる、あ、卵落ちてる卵落ちてる、3個結構卵産んどった。
卵産んでるね。うん、ずっとダラ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 産んでる感じなのかな。かもしれん。幼虫そこそこ大きくなってるもんね。うん、それで休憩で上に来てたのか。うん、そうかもしれない。ぐわっと産むタイプじゃないんだね。ちょぼちょぼ産むのかな。うん、この奥にいそうや。ここ、あ、いる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 、光ってる。ほら、いたいた。こっちにもあった。ん、あ、ほんとだ。いいじゃないの。いいじゃないの。よいよよいよよいよいいよ。もらんのかい。そこはおると。あ、いた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 。ここおるよね。今の感じはおりますせって感じだった。おりますせだったよね。うん、そこそこそこ、ここね。おらんのかい。おらんのかい。おらんの。絶対おったよね、今の雰囲気。今おった。100% おると思ったわ。うん、おらんでもおった。過去に。うん、おったわ。それからそれから。え？え？あるんや、食根は。もっと奥かな。かなりの内気な、うん、子ですね。一番シャイボーイや。シャイボーイやね。ここも食根だもんね。うん、全然食根じゃ。シャイボーイ。シャイボーイ。シャイボーイ。ほら、シャイボーイ。ここか。ちょっと割れない。この辺から割るか。うん、こっちはいなさそうだからね。ちょっとトラック頼む。割れたけど、おらん。あれ、うっそ。一旦入って出てった感じ。なんちゃってシャイボーイか。うん、克服したんや、きっと。いた、いた、シャイボーイいた。シン。シャイボーイ。最後の最後までシャイやったな。こんだけに、シン、こんだけよ。最後の最後だよ、ほんとに。マジか。シャイボーイを救出した、したいと思います。入り込んだね。あ、これはもう真の髄までですよ。真の髄。違う。あ、よいしょ。この下にね、卵とかが落ちてないかね。まあ落ちてる。多分。これはね、また、うん、後でね。ラッキー。うん。ラッキー卵。うん。ようで。オッケー。ヨネちゃん TV 結果発表、イエーイ。意外と、うん、よかった。シリスボミかと思ったけどね。うん、ザイからそこそこ ね出てきましたね。うん、うん、じゃあ数えてもらっていいですか。はい、卵が2、3、6、8、10、14。うん、うん、で、幼虫が12。お、いいじゃないですか。ってことは14と12で合わせて36。これ結構じゃない。あ、14と12だ。使いますね。これは使いますよ。36も取れたよと思ったけど、26？ 14と12、ね、26。50はいかんかったけど。でもいいじゃん、いいじゃん、26だもん。うん、この卵も無事に孵化してくれたらね。そうだね。ちょっとなんか平らっぽいやつもあるから分からんけど、うん、うん、いい感じに幼虫でっかいのもいるし、うん、ウセーランじゃないだね。だね。うん、オッケーオッケー。ザイの方はね、またこっちの方でね、あの、はい、翔さんにお願いして。ラッキー、ラッキーをお願いしたい。そうだね、翔さん頼みます。お願いしますね。いや、なんとか中込ゼロかと思ったら産んでくれてて、ね、よかったですよ。
全然外から見えなかったし、メス上におるし、そう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 、なんじゃと思ったけど、ちょこちょこ上がりながら、うん、うん、かね、うん、潜るやつはずっと潜ってるもんね、うん、潜り思ったでしょ今なかなか潜りせんけど意外と見てる、うん、使いづらいやか使いづらいんやないか、はい、結果はもう花丸っていうことで大丸で花丸とか久しぶりに聞いたわ結果、うん、今の子使うのか花丸ってだから、はい、じゃあ今日はこんな感じでおしまいにしたいと思います、はい、最後までご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録まだの方はチャンネル登録ボタンをクリックで N ちゃんファミリーへようこそ。Twitter、Instagram などもやってますので、そちらもよろしくお願いします。今日はもうおしまいだよ、バイバーイ。さあ、いやチャンネル登録してね、チャンネル登録してね、チャンネル登録してね